ほら、缶ビールだと上司とかにまあまあ一杯ってやることないじゃない。あれ女の子にとってラッキーよ。うるせえ。女にだってビールの味わかるし。まだ言うか。お前みたいに生意気な女はこうしてやる。何？何するの？お前の写真集を見てやる。おお。あ、やめて、やめてよ、やめてそれ。僕は今本人の目の前でその人の写真を見ている。オーラ見てるんだ。お前の写真オーラよ。ちょっと見てるぞ。見まくってるぞ。すげえよ。オラにも見せろ。おお、レンボー。おおおおおお。セーラー服通りの時はまだ子供だったによ。おれんほー、ちょっとペチャパイ。何が何だろうが、これを聞かなきゃ一週間は終わらない。お先ん増刊号、大きい声じゃ言えませんが、私もファンです。恥ずかしかった。てなこと言ってる間にもう2人のスタンバイは完了だ。それではお二人さん、よろしくどうぞ。小崎ドーカンゴー、小崎一輝です。こんばんは、南原浩司です。南原さん、南原浩司です。南原さん、はい、こんばんは、鶴間です。有賀です。立川です。南原さん、今日関根さんがこの番組に一緒に出てるはずなんですけど、今日なんかすいません、こちらの手違いだったら失礼なんですが、なんか出演講師ございましたか。南原講師です。電話ありじゃないでしょうか。電話がありまして、何か小吉さん、有賀さん、小吉さん、ちょっと電気ショック100万ボルト、あなた誰ですか。私の名前は大村文武です。ほら、ソーセージ、ほら、大村文武です。映画で月光仮面をやった俳優です。というわけで一心助けでは、あなたなんかサイムジアさん、なんか今あなた操られてるんだ。あなたはラビーなんですよ。関根勤なんです。私がラビーですか。私がビビビビビスパイ大作戦。バン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 バラバーバラパバラパシャガーということでね、ビターセラーズしばしば。ビターセラーズじゃないでしょ。なんだっけ、ピーター。でもね、来たよ。お祭りがさ、最近ほら町内のお祭りだけじゃなくなってきて、ねねね、ほら、要するに担ぎ屋さんとかがいたり、お祭り嵐というんですか、うん、昔は町内嵐っていうと結構それで喧嘩があったりしたんですよね。あるんだね。でも今はもうなんか楽しむ、お祭りを楽しむ、盛り上げるって言うんです、僕たちは、みたいなって、うん、ね、みんなハッピーをさ、ね、着てくるわけだけど、うん、僕の知ってる人にね、ハッピーのジョーっていう人がいたわけ。うん、ハッピーのジョーってもうかっこいいわけ。でね、弟がケンって言うんだよ。ハッピーのジョーケンって言うとみんな、おっ、ギャツルが来るってみんな驚くわけですね。で、ある女の子が、ハッピーのジョーとケン、両方に好かれちゃった一人が。ね。それで、サファイアをもらっちゃったわけ。でもピンクなんだよ。私、どっちを取ったらいいの、ハッピーのジョーとケンとピンクのサファイアでっていうことでね。なるほど。ハッピーのジョーケン、ピンクサファイア。小崎コント劇場、涙の引退。皆さんこんばんは。大相撲オージェストの時間がやってまいりました。今日は素晴らしいゲストをお招きしております。先日引退を発表されました、ウルフ。あ、すいません、もう少し紹介残ってますんで、もう少しお待ちくださいませ。通算勝ち星1045勝という大記録を、ウルフ。いや、そうですね、紹介短めにしましょう。失礼しました。千代の富士関です。どうもごちそうさまです、ウルフ。でも気の強い女の前では子猫ちゃんなの。なーご、なーご。千代の富士さん、な、あ、おお、
どうもこんばんは。失礼ですが本当に千代の富士さんですか？何を言ってんだ君は。ウルフ。そのウルフというのが怪しいんです。本人はそんなことをおっしゃいませんし、それに随分小さいんじゃないかな。私は小さな大横綱と言われた男ですから。ウルフ。それにしても小さいんですよ。どう見ても170ないんです。これ心電子検査に通らないんですけど。体重だって60キロないぞ。ウルフ。黒ブラックウルフ。でも夜は子猫ちゃん。なーぐなー。それやめてください、それやめてください。あんた偽物でしょ。失礼なこと言うと土俵に叩きつけるぞ。しかもその時お前がつけてる回しは双子山理事長の使い古しの回しだ。嫌です、そんなのが。匂いそうだ、匂いそうだな。だったら信用するんだな。ウフル。そのスネーム気になるね。わざとらしい間違い方しないでくださいよ。わかりました。100歩譲りましょう。じゃあね、それではインタビューさせていただきます。千代の富士さんは長い現役生活にピリオドを打って今場所で土俵を退くことになったわけですね。ああそうだ、残念だが引退する。引退を決意なさったきっかけは？やはり高花田戦かな。組んでて思いましたね。なるほど、やはり若い力に太刀打ちできなくなったご自分を発見したと。いや、若い肌には今なんて。若い肌に我慢できなくなったというか、本気になるのが怖かった。ちょっとあの冗談だよ君。真面目に答えてくださいよ。ウルフ。本当はもう人様にお尻を見られたくないんだよ。君以外の人に。千代の富士さん、千代の富士さん、ソーセージです。そうだ、ソーセージ。あーあやっぱりあんた偽物だよ。ウルフ。ウルフ。ほら血の滴る肉だ。犬じゃないですか。ルフ。話題を変えましょう。横綱の思い出の一番を教えていただきたいんですがね。東京かな。何ですか。北の海戦ですね。ああやはりそうですか。なるほど、北の海関と。あのすいません、思い出の一戦の話をしてるんですけど。分からなかったら太ももしごけ。カシ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 。気持ち悪い音出さないでくださいよ。なんだと。もう許さん。どうしたんですか。どうしたんですか。何どうしたんですか。うるさい首だけだ。で何するんですか。あいでよ母ちゃん。ちょっと手ひねっただけでしょ。こうやってちょっとこうちょっとこうやっただけで、ほらちょっとこうやってあお前やっぱり偽物だな。千代の富士がそんなに弱いわけないだろう。何ごまかしてんだよ。誰なんだお前は。変なの出てるです。なんだとなんだと。変なの出てる。通称松ヤニのような。通称でそんな中途半端な言い方あるかそれ。何の松ヤニのようなってのは。バーリンちゃんがチーリンちゃんなっちゃってな。ほらほらソーセージほら。あこっちおいでこっちおいで。ああ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 あ